200. Okay.本の毛を絞ります。あれを取っとかなあかんだけど、あ、柔らかい。うん、フライパン、うん、結構量取れたっぽい。うん、どう？いいやった。あ、これ、あれ。うん、それぐらいいいよね。シューバーとグラグラだ、うん、パンダ、シューズとパンダ、本か、多分これあの、あれした方がよかった。でも溶けていくよ。そうやな、うん、まあ、溶けていく。そうやね、うん、じゃあここでこれだって、はい、こんな感じ。ちょっと冷ましてこれ取っといていいかな。うん、そうやな、うん、オッケー、オッケー。バラを作りましょう。バラ、うん、バラ、はい、お願いします。フラワー、この本いいよな。うん、オーセンティックで、うん、オーセンティックかどうかは怪しいと思うけど、うん、まあ今 YouTube でいっぱいな。そう、今もう YouTube でいっぱいあるから。でも、まあ、動画の方が分かりやすい、ね、正直ね、正直ね、うん、でもまあなんかこういうの時々ね、時々な、うん、なんかさ、シフトするって書いてあるねんけど、いいよね。まあいいわ、もう適当です。マシになってるかな。はい、はい、しよう。はい、ね、水電流、うん、もちろんなんか、あ、そう、ライリピート、うん、様子見ながら、ね、うん、ここの目を、色をつけておきます。色なのか、まあ、これでいいですか。アガアガ、アガアガでいきます。アガアガでお願いします。前回もアガアガやってん。そうそうそう、でももうそれ覚えてないけど、ちょっとこれを書く、ルイス君のアイデア。うん、いいよね。さあ、はい、
こんなもんかな。こんなもんかな。いい感じよ。ね。オッケー。このココナッツオイルをここに入れます。オイル、オッケー。天候しますね。小麦粉、何本作る？っていうわけでは、まあ3本ぐらいになるわな。3、4本、うん、絵の中、うん、お、はいはいはい、おー、いい感じ。いいよ。さあ、詰めないとね。そうな、これ。うん。うん。ついついつい。めっちゃクレーブルしてる今。よっと。ああ、焦げ目いいよ。よいしょ。よっと。頑張れ。よいしょ。よいしょ。一本目落としたら。いや。うわ、大じゃん。大きい。うん、OK。上手やもんな。どうやってしてんの？おお、いい感じ。あ、しっとりだな、これ。たっぷり入れていい？うん、入れすぎちゃう。入れすぎ？うん。あー、柔らか。いい生地作ったな。うまい。うん。おもろい気もするけど。うん。上手やね。あ、キレキレ。おー、ビューティフル。OK。あー、綺麗。いきます。自由やと思うけど、うん、好きなように。いやー、いい感じにでしょ。OK。 いやー、できた。さあ、いただきます。何時間かかった？めっちゃかかった。めっちゃかかったな。お前もう7時やん。でかいよ。でかこれでかいな、うん、ちょっとサムネイル用にちょっとこう、あ、そこ、これやな。うん。
ヘラパン。ふわふわやん。うん。やっぱソースあった方がいいよな、絶対。どう思う？うん、まあ、好みやと思う。好みやな、うん、俺はちょっと私らはソース好きやね。うん、レシピ見ると YouTube で、うん、みんなソースはつけてないね。うん、うん、このソースはあの本のアイディアやと思う。うん、うん、最高のあれやな、あのおやつの時間やな、これ。うん、あ、クレープのとこうまっ。うん、うんうん、クレープふわふわやん。ふわふわ、うん、なんかいっちゃいます。うん、あ、重たい、ミミちゃんだよね。子犬？いやモンスターやね、これ。モンスタークワダダール。こんな大きいんかな、クワダダールって。もうちょっとちっちゃいんかな。なあ、そうなの。もう食べられん。もう食べられん。お腹いっぱいか。お腹いっぱい。お腹いっぱいか。うん。でもちょっと食べたいな。ブリトーみたいな。うん。パンケーキみたいね。パンケーキ、そうそうそう。うん、しかもその、そっからこう、オイルを作ったり、ね、うん、ミルク、すごいね、あの一個の身から。ちょっと食いすぎた。うん、動けへん。食べすぎやわ。食べすぎた。